あーあーそれ危ない、かわいい、見てついてくる。お客様が来たらまずいらっしゃいませで、ゲームの中でいらっしゃいませボさんみたいな。いらっしゃいませいらっしゃいませ、これなんだ、冒険者ギルド、死なない、罠でした逃げろ、 iOS でやりたいなね。私たち同じ色着てるかな、私今日白だよ、それ灰色じゃない、あーそっか、ハローごきげんよう、結構前のゲームだけど冒険者じゃなくて、うん、アイテム屋さんの始め方って書いてある、 RPG のなんか逆ニューゲームしよう、 OK テッドが OK か、おーいいねいいね、あかわいい、今日はお店を開く日ですよ、おーもうゲーム始まるんだ、こんな何もないお店にお客様が来ると思いますか、あ本当だ何もない、とりあえず商人ギルドへ行きましょう、かわいい見てついてくる、お 3D だった、本当だやば 3D だと思った、なんかかわいいね、商人ギルドに行きますよ、行きましょう、こんにちは、店舗開店のご挨拶に参りました、今回は初めての仕入れなのであまり無理はせず仕入れる数は10個以内にしましょう、まず商品を仕入れなきゃいけないから買いに来た、私たちはモネを買う、ボロボロナプキン、あ、いっぱいあるんだ、じゃあ何でもいいか、1000円しか持ってないのに840円、そうそう、それだったら何も他のもの買えない、うん、よし次手袋買って、仕入れの方はもういいのかい、もうバッチリだよじゃあこれは俺からのサービスだ、くるみパンだ、ありがとうございます、くるみパンをくれたせっかく仕入れた商品も店頭に出さなければお客様に見ていただくことすらできませんから、まずは商品を並べましょうと、並べましょう、高いものをさ窓際に置いた方がよくない、なるほど深く考えてるな、お店の外から最もよく見える場所なので一番売りたいと思う目玉商品を置くのが基本です、高く売れるものを置いといた方がいいってことでしょ、うん、これをじゃあ置こう、置こう、パンをなんか日当たりのいいところに置いたら臭いそうじゃない、関係ない気がするな、日がよく当たるところに置いたら腐りそうじゃない、このゲームそんなにそんなに深く考えなくていい、そう、それでは次にバイバイのやり方をレクチャーしますのでカウンターに座ってください、非常に心が休まるゲームですねお客様が来たらまずいらっしゃいませです、ゲームの中で私たちなんかボチを乗せなくちゃいけないかな、いらっしゃいませボさんみたいなある人がいいな、いらっしゃいませ、売る値段をこちらで決めます、売る値段決めれるんだ、試しに値段をつけてみてください、これより高くする場合は上を押してください、1万円違う2000にしよう、あすごいね、標準価格166%で売ろうとしている、これでいってみよう、あまり高い値段をつけるとお客様は怒って帰ってしまう可能性があるので、そこをうまく見極めるのが難しいところです、だいたい標準的な価格に 30% ほど上乗せした値段で売るお店が多いようです、じゃあ2000円にして、でも必ず多分1500円にするぐらいなのかな、ではお店を開けますのでカウンターに座ってください、ドキドキワクワク初めての接客、お入った入った入った、いらっしゃいませ、お母様へのプレゼントくるみパンでいいの、 200% ぐらいにしとく、おーするするする、行き過ぎだな、いやいやいや 200% いいんじゃない、もうちょっと安くならない、そうそう、そして150からやってみよう、もっとサービスしてよ、やっぱ150円でパンはそれもう結構安いよ、他のとこで100円で売ってるからね、そうだけど30円ぐらいにしとく、いやいや OKOKこんなものかしらね、買ってくれた、そうだけど150円はもう全然安いと思うよ、いやでも買ってくれなかったからおーこれなかなか奥の深いゲームだぞ、2日目、あ、2日目になった、よし、今日は何をすればいいんだっけ、好きにしていいんですよ、よし、じゃあ店を開けよう、どうしようかな、開け、お、結構来た、おすげえ入ってるんだ、大繁盛じゃん、このおじいさんだってなんかさ怒りそうじゃん、多分 30% ぐらいなのかな、 OKOK、無理だな、帰っちゃった、なんだ、これ帰っちゃうパターンあるのね、180、まあ子供だしね、子供だしね、そのまま買おうかな、安すぎるだな、あー売れた、おおいいね、結局剣を買う人はあまりいなかったよ、いなかったね、これなんだ、冒険者ギルド、あ冒険すると座りをもらえるかもしれない、私たち2人でダンジョンに行って直接アイテムを拾ったりとかもできないんだね、ちょっとそこの貧相の顔の冒険者さん、これ多分この人を仲間にするってことですね、うん、お、その話乗った、お、これでいけるんじゃないダンジョン、行ってみる、行ってみよう、最初だから死ぬことないでしょ、おダンジョン入った、ダンジョン感あるね、うん、おえ、なにこれ、なんだ、でも敵とか出てくるんだ、お、スライムだ、足だった、怖い、見て、戦う、剣ゲットしたよ、楽しい、ドキドキする、なんか止めた、あーミス、なんか特別な
技、必殺技使ったのに。お、お宝。おお、ありがたくない。サイドアタック、レベルアップ。妖精は何のためにいるんだろう。チュートリアル欲かな。あ、それだけか。お、またあった。死なない。罠でした。逃げろ。何やってんだ。方向変えようと思った。攻撃しないで。あ、それ危ないよ。これ何。まあ罠っていう。罠か。最後まで行かないとダメか。あ、これポーションじゃん。ウェイ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 。あ、やばないよ、危ない。なるべくちょっと戦わない方向で。やだフェイリアって書いてあるよ。そういうことあるか。いい剣もらったんじゃない。値段書いてる、値段。ああ、剣にしよう。剣もらって帰ります。すごい、ハマる、ハマりそう。もういつの間にか、なんか時間経ってそう。あの、タイムシンクっていう。タイムシンク iOS でやりたいな。ね、電車の中で。そう、永久に電車で。ダンジョン入って、やりたい、やりたいな。他の動画いっぱいあるから、ぜひチェックしてみて。バイバイ。